木南道校記念陸上競技大会は、例年5月に大阪市の長い陸上競技場と長い第二陸上競技場で行われる大阪陸上競技協会主催の陸上競技大会である。大阪陸上競技協会会長などを務めた110メートルハードル元日本記録保持者の木南道校の功績を称え、2014年に創設された 関西初の個人名を冠した陸上競技大会である。木南道校が現役時代ハードル選手だったこともあり、大会のメイン種目は日本ランキング上位者が出場する男子1 1 0メートルハードル、女子1 0 0メートルハードル、男女4 0 0メートルハードル。2013年までは大阪陸上競技選手権大会の中で男子1 1 0メートルハードルと女子1 0 0メートルハードルの招待レース。 南記念が行われていた大会には、日本ランキング上位者が出場する部のほか、大阪の若い世代の育成、強化が目的の高校生、中学生、小学生の部がある。かつては、ゴールデングランプリと日程が被っていたため、トップレベルの選手が分散される形になっていたが、2017年からは、ゴールデングランプリと被らなくなった。2018年から、 日本グランプリシリーズの一つに格上げされた。グランプリ種目は、男女の400メートルと400メートルハードル、男子110メートルハードルとハンマー投げ、女子100メートルハードル。しかし2020年は延期。伝説のハードラー検証、機南道高陸上を創設5月に大阪で開催を阪陸橋。り今日。k ウエスト、2015年5月28日、閲覧。 第5回目難道校記念陸上競技大会日本陸上競技連盟2018年5月4日閲覧第1回目難道校記念陸上競技大会リザルト大阪陸上競技協会2017年4月14日閲覧第2回目難道校記念陸上競技大会リザルト大阪陸上競技協会2017年4月14日閲覧第3回目難道校 記念陸上競技大会リザルト、大阪陸上競技協会2017年4月14日、閲覧第4回目難東校、記念陸上競技大会リザルト、大阪陸上競技協会2018年5月4日、閲覧第5回目難東校、記念陸上競技大会リザルト日本陸上競技、連盟2018年5月6日閲覧。ありがとうございます。